ミロソビッチルーマニア、平均台です。この種目も去年の世界選手権バーミンガムで金メダルを取った平均台。注目すべきところは、そうですね、やはり後転跳びからの伸身宙返りの2回連続ですね。最後のここですね、はい、決まりました。後転跳び伸身宙返り、後転跳び伸身宙返りというふうに入ってますね。高度なシリーズです。オメリアンチクですね。もう18歳になりましたミロソビッチ。ちょっと足の開きが足りないかなというような感じもしますけども、でも安定してます。今の技が D 技でして、オメリアンチクと言いまして、後転跳びの時に4分の1を途中でひねりまして倒立に持っていく、ちょっと本当に難しい技ですね。フィニッシュぴったり、ロンダードからの後方を抱え込み、はい、2回宙返り降り、いやいい演技でしたね。そうですね、とても安定してました。もう日本にも中日カップで一昨年去年と2年、はい、続けてきてますし、はい、日本のファンにとってもおなじみだろうと思いますが、はい、2年前のバルセロナオリンピックの時よりも公式の発表の身長を見ますと10センチ余り伸びてるんですね。そうですか。吸い込まれるように抱え込みダブル着地成功させまして 9.900、 素晴らしい得点ですね。この後ルーマニアは最終種目はゆかが残っています。それに